結党以来掲げてきた政策、まあ、憲法改正もそうやしね、そういうことができるのかできないのかという観点でどの政党とどういう連携をするかと。立憲民主党は政治資金パーティー全面禁止ですよ。で企業団体献金廃止出してるわけね。立憲のあれはものすごい厳しいですよ、うん、ただ岡田幹事長パーティーこの前やろうとしましたけどね。でしょ、うん、さあ始まりました「選挙.com チャンネル」MC を務めます朝日新聞政治部の今野忍です。毎週ですね政治家の方をお呼びしてお話をお聞きしていますが、本日のゲストは日本維新の会の馬場伸幸代表です。馬場さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。名前で噛まないようにね。なんかね、はい、うまく途中まで言ったんですよね。MC 慣れしないもんで。はい。それでですね、もういきなりですがもう行きましょう。はい、はい。じゃあ引いてもらってお題を決めますまず。はい。T 出ましたな。T が出ましたか。T が出ました。これ確かに毎回これやってくれますねネタね。はい。1番自民党と立憲民主党連立組むならどっち。もうこれあれですね、5秒で終わっちゃうじゃないですか。そんなことない。いやね、はい、誤解されるから。迷うんですかここ一応。いやいや。だからうちは単独政権を目指してるからね。そうですね。理想はそれはそうですね。だから二大政党制の中での単独政権。二大政党制ながら単独政権。それがもう究極の目標な。ありがたいですよね。連立とかいうことは。そのまあ、構想の中にはないとそもそもね、うん、そういうことですね。ただねって言わんとね、ほんまにもう皆さん好きなように報道してくれるから、はい、もうね、僕は最初に一人悪者になってしまってる、防御線をまず張られたわけですね。はい、まあと言ってね、まあ、今天下の自民党さんでさえ公明党創価学会の力を借りないと政権がね、うん、過半数特に参院が取れないんでね今ね過半数ねどうしてもこういう形になってると思うんですけど。はい、ですね。そしたらじゃあ次の衆院選、自民党との関係について、連立政権入りに加えパーシャル連合や閣外協力の形連携する可能性に言及したってありますね。うん、これ確かにおっしゃってましたね。連立は言ってない。ちょっとね一行目の、はい、主語がおかしいね。自民党って言ってないから。あ、自民党って言ってないですね。衆院選後の各政党の、はい、数を見てでそのなんか第一党が、うん、考える、うん、そのまあことに協力できるかできないかということを否定するもんではありません。ありませんと、ありませんと。あ、それ分かりやすいです。うん、これねでね、なんでですねこういうことを聞くかっていうと、結構今リアリティ出てきちゃってて、うん、というのはもう自民党一強でずっと来たじゃないですか、はい、安倍政権時代とか、はい、一強多弱とあれで野党は、うん、でも今自民党が例のこの政治資金の不記載問題裏金事件とも言われてる中で、うん、ものすごい今支持率下がってきて、世論調査によってはいや岸田政権の支持率も 20% とかね、もう10何%とか下がってるんですけど、自民党の政党支持率下がってるんですよね。うん、で立憲民主党が野党大体上がってきて、この前の4月の補選なんかは自民全敗立憲が3勝っていう、もう1年前じゃ考えられなかったようなことが起きていて、うん、で何が言いたいかというと、これ今選挙やったら下手したら自民党がすぐ議席減らして過半数を減らす、うん、で立憲民主党が1年前2年前に泉健太代表150議席ってみんな鼻で笑ってたけど、うん、今や150どころか180ぐらい取るんじゃないかっていうデータも出ていて、そうすると自民と立憲が両方過半数を割る可能性が出てきましたよね。でこれ何が起きるかっていうと、これ両方過半数割っちゃった場合って、うん、キャスティングボード握るのはもう公明党か日本維新の会か、うん、まあ公明は自民とくっつか、まあ、自民と公明セットだとか見ると、これ自公でもし単独過半数割れして、うん、単独って過半数割れして立憲民主党でも過半数どかない状態だと、これ維新が組む方で決まりますよね。うん、これどうですか。いやまあ、うん、だからね想定としてはそういうことが言えるわけで、過半数を超えるグループが出てこない時に、うん、そのなんかこうポカーンとしてるっていうことはありえへんわけで、ただそれはこれご覧になられてる方々ぜひお分かりいただきたいのは、別に我々でその大臣のポスト欲しいとか、そんなんじゃないんやね。やっぱりこうまだ道半ば夢半ばの大阪都構想とかね、そういう結党以来掲げてきた政策、まあ憲法改正もそうやしね、そういうことができるのかできないのかという観点でどの政党とどういう連携をするかということがまあおのずと見えてくるわけですね。まあ、あんまりこう連立入りということでね完全に中へ入ってしまうと、まあ、過去の第三極と言われた政党新自由クラブとか、まあ、新党さきがけとかいろんな保守党とかね、もう大概最後はこう自民党に吸収されて終わっていくと それではね、ちょっとやっぱり日本は良くならない、もっと政治に緊張感のある状態を、まあ数年間は最低数年間は続けていかないと、やっぱり世の中ようならんと思うので、あんまりこう ずっぽりと、どこの政党であってもなんかずっぽりとやるかと聞かれたら、それはちょっと可能性は低いですね。低いってことですね。で今馬場さんおっしゃってたことすごいよくわかる反面、今大阪都構想とおっしゃいましたけど、これ2度否決されちゃったじゃないですか。3度目挑戦されるってことですか、今の話だと。これね、まあうちのメンバーでもいろんな考え方あるんですけどね、僕個人的には大阪都構想いうのはやらなければならないと考えてるんだよね。ただ今までのその法律に基づいたやり方をしても、これおっしゃるように2回否決されてるわけで、まあ大阪の皆さん方にとっても住民の皆さん方にとっても失礼やわね。2回あかん言うてんのにまだやるかと。だからそこはちょっと法律を改正して、その大阪都に持っていくための、まあ、ルールをちょっと変えさせていただく。これね、なんか橋本さんに聞いたらすごい最初に議論になったらしいけど、大阪都構想でこの投票できるのは大阪市民しかできへんのね。ああ、そうですね。今はね、住民投票ですね、最後ね。なんでですかと聞いたら。いや、その大阪市がまあ、解体されて大阪府と一緒になるから、大阪市の皆さん方にその是非を問うという意味なんですから、いやそれちょっとおかしいん違いますかと、大阪府と大阪市が一緒になれば大阪府の税金をと大阪市の税金を一緒に使っていきます。一つの財布になるんですよね。まあ簡単に言えば大阪都構想そうですよね。府と市があるのを二重行政解消だって言って一つにしちゃおうっていう。今の東京みたいですね。東京都があって23区みたいな。だからそれ大阪府民の皆さん方にも聞くべきなんちゃいますかと。だから大阪府民全員が880万人全員がその投票できるということにしないと辻褄合わないじゃないですかと。だから橋本さんがいやその議論はかなりその法律を作る時にあったけども、まあ、時間切れで今の形になってると。なるほどね。だからまあ願わくばその法律を改正させていただいて、でやっぱりこうもう一回仕切り直しね、ルールを変えて仕切り直しをしてチャレンジするということは意味あることだと思いますね。なるほどね。そうか、じゃあなんとなくもう2度ダメになってね、1回目で橋本さんが引退、2度目で松井一郎さんが引退っていう創業者2人がねもう退場するような形で大阪都構想、だからもうそもそもね維新ができた大阪都構想じゃないですか、国政の方が特にね、だそう考えるともう完全に頓挫して消えたものなのかなって我々思ってるけど、そうではない、まだ諦めたいだけですね。組織としてそれがおそらいされてるかといえば、まあそうではないかもわからんけどね。まあ最初からこう加入させていただいた自分としては絶対にやらせてほしいし、これやっぱりそれができると日本の統治機構、いわゆる今の東京中央があって政府があって都道府県があってその下に市町村があってと、まあ、そういう構造が確実に崩れていくから、やっぱり明治維新の時に廃藩置県やったように、今度はまたこう廃県藩とは言わんけど、廃県置藩みたいな考え方で逆のね中央集権にしたわけだけど、逆のことですよね。もう地方の方にどんどん権限を強くしていく。30、40年前はこれ地方分権、地方主権とかいろんなね、地方をこう自立させる議論が政治の中にはたくさんあったけど、今誰も国会でそんなこと言えへんもんね。そうですね。みんなもう忘れてしまってるから、やっぱりそれをもう一回ジャッキするためにも。大阪都構想へのチャレンジというのは、なるほどね、日本の国にとって必要だと思うね。なかなかね、最近大阪都構想3度目の挑戦ってね、あんまり今まで聞いてなかったから、うんうん、そういう考えがやっぱこうね、維新の、まあ、完全な党の決定ではないとはいえ、うん、まあ代表としてはそういう考えが非常に強くあるということですね。そして、馬場代表は選挙結果を見ないとわからない、我が道を行く考え方もある、協力にも連立入り、閣外協力、パーシャル連合のいろんな形があると指摘、維新内には維新の消滅を意味する、あ、これね、だから連立、うん、与党入りは維新の消滅を意味する、吉村代表、連携に否定的な声もあると、うん、これだからあれですよね、大阪ではやっぱり大阪の自民党と戦ってたり、吉村さんは、うん、大阪は大阪維新の会の理屈があるわけですよね。なかなかそんなね、連立なんて組まれたら維新は終わっちゃう、もしくは大阪維新と国政維新が分裂しちゃうっていうこと、僕も大阪維新結構知り合いいるんで聞くと、やっぱそうおっしゃる方、大阪の人多いですけど、ここはどういうふうに整理されてるんですか？いや、吉村共同代表と言っている意味は同じやと思うんですね。同じなんですか？だからさっきも申し上げたように、その第3極いうのはちょっと調子に乗ってこう連立政権入って。やがてこう吸収されて終わっていくと、それは全く同じなので、ね、その正しい政策実現という意味では、うん、その協力なしにできるかといえば、それはなかなか現実的には難しいよね。まあ維新の数だけで法案は通せないですからね。で、まあ今の維新もそうなんですけど、うん、やっぱりこう法案ごとに他の政党と協力するいうことは実際やってんねんね、これ。で、まあ最近の例で言うと、はい、旧統一教会の被害者救済法、はい、これはうちがやろうって最初に言い出した、うん、だから自民党さんはいやこの国会でやりませんと、うん、こう言うたわけね。ならまあうちだけでもやりますせということを考えてる時に、まあ、立憲民主党さんも国民民主党も、うん、いややるべきやと、ほな一緒にやりましょうかということで、その声を上げ出して結果、まあ法律が成立したわけですね。だから立憲民主党は別に目の敵にしてるんじゃなしに、うん、本当に協力し合えることがあれば今もやってるし、そうですね、で自民党ともその全くほんなら協力したことないんかと言われれば、うん、それはしたこともあるわけなんで。まあこれが我々の言う是々非々の政治っていうことだよね、はい、だからもう法律によってそのパーシャル連合という意味ですよね、うん、この自分たちの考え方に合う時には自民党のこともあれば、うん、まあ時にはごくまれかもしれないけど立憲民主党の時もあると、そういうことですね。で、最近でいうとそのまさに政治資金僕これね、政治資金規正法の改正、うん、これはまあ岸田さん、自民党が今公明党とさえうまく折り合いつけなくて単独で出した法案をなんとか修正して、主に政治資金パーティーのですね、パーティー券の価格を20万から自民10万引き下げて、公明5万円で維新も5万ですよね、うん、で維新は5万で加えて企業団体献金、企業団体からも買っちゃだめよってより厳しい案出していて、で政策活動費って領収書なしで使える、自由に使えるお金、あれに関してもまあ自民党はやろうとしたけど、まあ、公明党はちょっとだめじゃないかっつって、維新もあれは基本的にはちょっと違う形にしようっていうあれですね。で自民党と公明党で、維新で今回合意して、馬場代表が岸田総理と党首会談までされてね、はいはい、うん、なんか一旦ちょっとその後ダメになりそうになったけど、結局まあ合意して、これは自公意でおそらくこの法案成立に向かっていくと思うんですけど、うん、これなんか最近で言えばそのまさにおっしゃったパーシャル連合になるわけですね。これ自民党と今回組んだ理由って どこにあるんですか？なんかあんまメリットがないというか、こんだけ今裏金とか言われてる中で、うん、まあ自民党今ボロボロですよね。ボロボロですね。支持率という意味でも、はい、党内がもうめちゃくちゃになってるね、うん、でやっぱりこうガバナンスはもう全く効いてないんで、はい、その見るに見かねた総理が、まあ、いろんな場面で自ら出ざるを得ないと、うん、派閥の解散で、政倫審出席とかね、うん、だからまあ岸田政権というのはある面気の毒やねんけども、うん、すごいその周りでいろんな舞台を整えたり、どこかと交渉したりとか、その目配り気配りをしてそういうことをする人材というのがほとんどおらんのね。だからもう総理が自らやらんと前に進まないと、ちょっと異常な状態ですよね。本来なら幹事長なり国対委員長なり党の人たちがね、汗かいてお膳立てして最後総理が出てくるはずが、自ら動かないといけないみたいになってて、だから当初この政治資金規正法の件もうちはもう単独の法案を出してたわけですね。で、何のまあその交渉もない、自民党はまあずっとなんか他党とのそういうやり取りというのはもうほったらかし状態でざーっと時間代が過ぎていったわけね。で、まあ自民党さんの方から法律は必ず成立させたいんで、なんかこう維新さんからなんか提案アイデアみたいなのないですかと。これはまあ水面下でそういうアプローチがあって、で、この政策活動費ね、これまあ事実上これ廃止するわけやけどね、政策活動費のうちの考え方を丸飲みしてくれと。そうですね、10年後に公開するっていうことと、金額もちょっと今自民党は10億ぐらい使ってますけど、あそこまでの金額は維新は上限決めようって考え方ですよね。あれしか 1% とあれですよね、政党の3,000万かな、3,000万か5,000万か、政党助成金の 1% か5,000万かのいずれかの低い方に上限を設定しましょうとかね。金額はまたね、これからの法案化する上でちょっと調整になると思うし、ちょっと自民党と維新で規模も違うんでね。で、自民党は早速牽制じゃないけどもうちょっと増やそうよっていう感じで言ってますけど、まあいずれにしても合意はしましたということですけど。なんかだからまあこれもね、すごいトラップみたいなのがいろんなところにトラップみたいなことが用意されてて、はい、でそれ岸田さんと合意した後、具体的なその条文作りとかに入った時にそれが分かってきたわけよね。50万円より下だったら領収書やっぱいらないようにしたりとか、自民党のあれが残ったんですよね。交通費とかやったらいらんとかね。そういうその例外はダメなんですと、全部公開するんですということをまあやり取りして、相当これは自民党嫌がってたけどね。でまあそういう交渉してることも聞いて、いやもうそうやったらもう反対しようと、別にうちがそのなんか自民党を助けてるみたいなことを思われるのはなんかこう不甲斐ないなとなるんで、もううちの案を 100% 丸飲みしますと。言うた以上は丸飲みしてもらわんと、後でどうやこうやいうのそれはもうやめてくださいと、そこでだいぶと膠着状態になって、最後まだ総理が「いやそれはもう維新の丸飲みする」ということで、これまあ最終合意に至ってるというわけやね。だからまあ自民党から見ると、維新は何なんだと、党首間で合意したのに合意した後になってちゃぶ台返すのかって言ってる自民党の人もいたけど、そこはやっぱ蓋開けてみたら、いやいや維新から見ればいや違うじゃないかっていう、ちゃぶ台返してきたのは自民党だよね。結果的にはただ維新は丸飲みすると、これそれだけもない。岸田さんっていうのは弱っちゃってるんですか、それとも、やっぱりどうしてもそのこの政治資金規正法ね、今国会でやらんとこんなこともできへんのかと、それはやっぱりさらにこう支持率を下げていくことになる。まあ自身の公約にしちゃってましたからね、半ば国民への約束というかね、今国会で必ずやりますって言っちゃってましたからね。それをやるためにまあ公明をなんとか説得し、維新にも協力をしてもらって、自民公明維新と。でこれね、まあなんやとおっしゃる方もいらっしゃるんやね。維新の会なんやと、なんかこう自民党の助け舟出してと、第二自民党じゃないかやっぱりと、また言われちゃうんですね、第二自民党だと。いやいや、これまあ放映される時にはもう多分結果が出てるから、あそこで多分お分かりいただけると思うんやけど、その他の野党はめちゃめちゃ高い球投げてんだよね。立憲民主党は政治資金パーティー全面禁止ですよ。で企業団体献金廃止。出してるわけやね。立憲のあれはものすごい厳しいですよ。ただ岡田幹事長パーティーこの前やろうとしてましたけどね。でしょ。大串選対委員長と岡田幹事長っていう党の選挙責任者のナンバーワンナンバーツーが、パーティー開こうとして、役員会ってあるんですよね、立憲の幹部が。あそこで辻元清美さんが代表代行で、何考えてんだって、中で揉めちゃうぐらい、このタイミングでパーティー開いたら立憲パーティー禁止法案出しのパーティーやっぱ必要だって認めてるだけじゃないかってなっちゃうからっつって、だから実際にはなかなか難しいんですよね、立憲の法案そのまま丸。いやだからね、まあそれを言うんやったら、例えばその今のパーティーの話もそう、企業団体献金を受け取らないということは自分で勝手にできるわけやから、それ実行しませんかいうことを藤田幹事長から何度も岡田幹事長と話してるんですね、この間。岡田幹事長の最終的なお答えは、イコールフィッティングでないとやりません。一応ね、立憲民主党の肩を持つと、同じ条件に揃えないと不利になると、自分たちだけは先にやめて、自民党は企業団体献金もらい放題、パーティーやり放題じゃ資金力の差がついちゃうから、同じルールに禁止ってルール揃えたら私たちもやりますよと、だからそれまで私たちもパーティーやりますよって、そういうことですよね。でもね、そこはまあ考え方の違いで、これで立憲民主党さんが言ったことをやると、パーティーはやらないで、企業団体金融受け取らない、これやったらね、立憲民主党一躍ヒーロー。確かにね。でもほとんどの野党がそうなるわけやから、これやっぱり世論がね、今度自民党許せへんなってことだね。やってやるやついるじゃないかと。だからイコールフィッティングって多分ここに今なんかこう出ますね、説明とか出ますね、テロップ出ると思うけど、まあそんなこと言うてる間は大改革はできませんねという感じはするわね。でこれとまあ同じような話で旧文通費の問題ね、はい、文書交通費、今だと2年半前から維新がずっと言い続けて、自民党もやると約束したのに2年半棚ざらしになる。やらないですね、あれ自民党も立憲もやらない。要は毎月100万円歳費っていう給料とは別に、毎月100万円領収書なしで使えるお金を国会議員みんなもらえるんですよね、毎月100万円だから。だから維新はもう橋下徹さんの時代からですよね、廃止しろ廃止しろって、領収書公開してるからね。だからまあ領収書公開してるから、逆にまあ橋本さんからこんな使い方おかしいとかいう指摘も受けるんですけど、だからそれは領収書公開するから指摘を受けるんですね。そこでまた改革をやっていくというそのルーティンになると思うんやけど、何に使うてるか全く分からない方は指摘しようもないんで、これをまあいよいよやりましょうかということになってるわけやけど、これね、もともとのところ考えると、まあパー券いうのはそれはなんかこう利権とかがあって、その民間から金、民間企業とか団体からこうお金を引っ張ってると。そうですね、パーティー券が売ってもらって、その収入大体2万円ですからね、1万円。でもね、旧文通費いうのは原資が全部税金やから。そうですね、しかもあれ所得税かかんないから、まるっと100万円なんですよね。歳費は所得税捉えるけど、こっちはかかんないですよね。物事の良し悪しの重い軽いでいうと、文通費を公開せん方が悪いと思うんですね。なるほどね。全部税金やのに、おいらはもう特権階級やから100万何人そうだかで国民に言う必要もないやろうというのは、もうこれこそ議員の思い上がり。だからこれに反対する政党はもう国民の敵やと認定せんといかんからね。まだこれもね、やるって一応自民党と維新と合意はねしたわけですからね。あとはちゃんと3つね約束があって、まず日割りで支給するということ、で2つ目は領収書を公開するということ、3つ目は余った場合は国庫に返納する。返納するですよね。で日割りで支給するいうことだけは。今もうやってるんですよね。あれだから2021年の選挙の時ですよね。あれ選挙終わったのが10月の30日、そう当選して確定したのが10月の30日。たった1日だけでも10月だったから、10月分100万円振り込まれて、維新であの時初当選した確か小野泰輔さんですよね。都知事選落ちて出て、彼がなんかたった1日100万振り込まれたって言って、おかしいって言ってわーって騒ぎになってね。あれの時立憲民主党の人も自民党の人も公明党の人も誰一人として言わなかったですもんね、100万円ね。小野さんだけが言ったから、こうあれで日割りになったわけですからね。そういうことね。あれは小野泰輔さん実績ですよね。だからね、もうぼちぼち残りの2つもきちっと結論出してやりましょうと。まあ今回の交渉の中でそういうことも強く自民党には言ってるんで、まあこれ最終自民党が決断すればこれもできる話ですね。どうなんですか、そこまで決断して政治資金規正法の改正、今回ね自民党と組んで自公委で、ね、やりました。もうみんな世の中がはたから見たら連立政権の布石かなって見えるんですけど、えいや最後にちょっとまとめにそろそろ入ろうと思って。そこですか。いやいや、まあ是々非々でね、是々非々ですか、やっていくということでね。なんか今日は抑え気味で。ここで連立政権やりますよって言ったら、多分大変な。どう言ってもメディアでね、曲解して流されるからね。でまた大阪で吉村さんがね、そんなことないですって言ってね、共同代表同士でね、喧嘩になるかもしれないですね。同じこと言ってるんだよね。言ってるでしょうね。大阪から言うか国政から言うかでちょっとこう。ニュアンスが変わってくるのかな。そういうことだよね。わかりました。じゃあまあね、今後はですね、連立政権あるかどうかちょっとまだ予断は許さないと思いますけど、とりあえずね、規正法っていう大きな法律がこれ、まあ、自民と維新組むことで通るわけですから、布石になるかもしれないし、ならないでやっぱりまたね是々非になるでやっていくっていうことかもしれないし、今後のことは、まあいずれにしても、はい、これからしばらくは日本の政治はちょっと液状化していくと思うんですね。そういうところでこう国民の皆さん方が注目しておいていただきたいのは、有言実行でやるかやらんか、言うたことは絶対実行する政党政治家は誰なんかということに、ぜひご注目いただきたいと思います。わかりました。はい。はい、ありがとうございます。そしたら今日もですね、馬場代表の話を伺いました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。馬場代表、今日もありがとうございました。ありがとうございました。市長がグルメ作るっていうシーン、はい、なかなか見ないですよ。あ、そうですね。本邦初公開。そこで混ぜない。混ぜない。混ぜない。すごい景色が。温泉入りながら緑が見えるんですね。いいでしょう。いいですね。運がいいと鹿が見れたりね。やっぱりここは場をシェアしてるんですね。働く場をシェアする。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告。よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。お？なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるなら、コネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上政治家のネット広告を運用して違反ゼロ。政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告、始めてみませんか？